皆さんこんにちは。こんにちは。海上自衛隊第24航空隊ラッパ隊です。本日は海上自衛隊で吹奏されているラッパ曲の中から日課および正式の代表的な曲を吹奏いたします。さて、吹奏の前にラッパの紹介をさせていただきます。ラッパの役割は情報伝達と号令、舞台の指揮を高揚させ敬意を表すことを目的としており、各式典等でラッパの威風堂々の響きが厳格な式の遂行を遂行の一役を担っております。まずラッパですが、トランペットのように指で押さえ音を変える機能は一切ありません。ラッパ上げ。そのため息の強弱や唇を調整して音を変えています。音階はド、ソ、ド、ミ、ソの5音です。ラッパ直れ。その5音を吹奏する際の口の形はそのままにド、ト、タ、テ、チと表現いたします。ラッパ用意。それでは5音階を吹奏いたしますのでお聞きください。ド、ト、タ、テ。自衛隊の曲は構成されております。また私たちは普段この格納庫の隣にあります地上救難という航空基地の消防署として救難消火活動に備え日々訓練を実施しておりますが、各式典等の際には特別に編成されラッパ吹奏を行っております。皆様方にご満足いただけるかどうかは分かりませんが、精一杯吹奏いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。なお司会担当をさせていただいておりますのは大阪府出身、私前田三宗。次に吹奏担当、宮崎県出身、吉本二宗。同じく香川県出身、川北市長。以上3名でお送りいたします。それでは短い時間ではございますが、ご清聴のほどよろしくお願いいたします。まずは海上自衛隊の一日の日課を知らせるラッパ曲を紹介いたします。ラッパ用意。舞台の一日は朝6時、軽快に響き渡る総員よこしで始まり、隊員が一斉に起床いたします。それではお聞きください。総員よこし。直れ。次に吹奏する曲は甲板掃除です。ラッパ用意。陸上なのになんで甲板と思うかもしれませんが、海上自衛隊では護衛艦等の甲板を洗うことから掃除のことを甲板掃除と呼んでいます。それではお聞きください。甲板掃除。楽しい食事の時間です。ラッパ用意。食卓を囲みながらしばし同僚たちとしばし憩いのひとときを過ごします。それではお聞きください。食事。直れ。朝8時になると国旗および自衛艦機を掲揚いたします。
ラッパ用意。その際、ラッパ決めだよに引き続き、家業始めを推奏いたします。この決めだよは、約100年前に作曲されたラッパ曲の第1号です。本日はお座りのままお聴きください。気をつけ！上げ！
これからのご健勝を願い推奨いたします。それではお聴きください。特賞が苦しい点もございましたが、少しでも印象に残る点がございましたら嬉しい限りです。本日はご清聴いただき誠にありがとうございました。よっけやれ直れ。では入場する際、早足行進という曲を吹奏してこの位置まで来ましたので、会場は駆け足行進をしたいと思います。吹奏者以外の隊員が退場します。